熱々でふわとろのたこ焼き。西区のイオンモールに名古屋初出店となるたこ焼き店タコジュが今日オープンしました。出店したのは名古屋発祥のラーメンチェーンスガキヤの運営会社で、小麦を使う新業態として今年3月に1号店を三重県鈴鹿市にオープンしていました。ラーメンスープ用の魚介だしをたこ焼きの生地に混ぜているのが特徴です。今日は午前10時の開店とともに大勢の客が訪れたこ焼きを頬張っていました。結構思ってたよりなんかマイルドだったんですけど美味しいです。スガキ屋の大ファンなんで、なんでもぜひ名古屋に来たら一番に食べに行こうと思ってました。タコジュは今年夏までに愛知県内でさらに2店舗をオープンする予定です。